土地の者たちは昔からこの浜に近づこうとしない。青い浜に白い砂浜。白い海岸なんですが確かに人の姿がない。この海岸では人がさらわれという噂がある。そしてその昔この浜一面に死体が打ち上げられたことがある。それは終戦後ソ連に独流されていた人たちが引き揚げ船で帰ってきた。 そして上陸を目の前に船が嫌いに接触して爆発したそして全員が死んだ沈んだのはこの船ばかりじゃなかったソ連の潜水艦が魚雷攻撃をして撃沈したという話もある普通では言い尽くせないような苦労をして命がけで生き残って夢にまで見た祖国を目の前にした喜びもつかの間海の木図と聞いたこの人たちの無念さというのはいかばかりだったでしょうか 中には、怪我をしながらも、死に泳いで祖国を目指した方もいたそうですが、力尽きて海の底に飲まれていたそうです。そして、波に運ばれて、たくさんの死体がこの浜に打ち上げられた。この人たちは、死体となって日本にたどり着いたんですね。さて、そんな犠牲者が身につけていたカバンや、死んでも離せなかった手酒袋、そして陸区の,の中身までも、この土地の一部の悪い人が持ち去ってしまった。 この人たちは全員不幸に見舞われたそうです。風の強い日になると沖の方から泣き叫ぶ声や叫び声の風に乗って沖の方から聞こえてくるそうです。土地の人々は耳を塞いで決してこの浜には近づかなかったそうですよ。今でも砂の中から当時の犠牲者の身につけていた品が見つかることがあるそうです。年月が過ぎてそんなある日のこと。 仕事の関係でこの土地に来たある電機メーカーの鈴木さんと太田さんという若い手社員が仕事を終えて夏だしせっかくなんだから夕日に染まる海岸で一杯やろうじゃないかってことで冷えた缶ビールにつまみを持ってやってきた来てみればくうんうしん今日今しも夕日に染まる海岸と海 美しいい海岸。一言一,子一人いない。なんだかこうなると火がこ欲しくなる。おお焚き火でもしようか。いいね。ってことで流木を集めて焚き火が始まった。炎に照らされて二人は冷えたビールを飲む。火はだんだんと傾いてもう水平線の向こうに消えようとしている。といつからいたのか波打ち際に小さな子供がポツンと立っている。 この辺りには誰も姿がない。もう紐落ちようとしているのに小さな子供がたった一人、一体何をしてるんだろうと思ってね、心配になった鈴木さんが、おーい、危ないよって言うと、その小さな子供がこっちを振り返った。それで太田さんの方が波打ち際危ないからもう少しこっちにおいでって意味でおいでおいでをした。と呼ばれたと思ったのが、その子供がこっちへ歩いてきた。 それがなんだか妙な歩き方。だん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 近づいてくる。やがて焚き火の炎に照らされて子供の姿が見えてきた。なんだか嫌な感じがした。汚れた服を着てげっそり痩せた五六歳の女の子。で鈴木さんが「お嬢ちゃん、お嬢ちゃんは一人、お母さんは?」って言うとその女の子は振り返って沖の方をじーっと見ている。 2人が見たんですがそこには何もないとその女の子が大事そうに何かの布袋を抱えているのが気になった袋から長い紐ががすっと垂れて砂の上をずっと引きずっているあそれ引きずってるよっていうと女の子はその紐をたくり寄せた紐がずるずるっと砂の上をずってくる女の子はまた紐をたくり寄せると紐がずるずるっと とずってくる見るともなしに紐の先を見るなんだか妙な生き物のようなものがついているあれ何がついてるんだろうな女の子が紐をたぐり寄せると一緒に砂の上をずってくるそれがだんだんと近づいてきたええあれなんだろうずるずるっと寄ってくるそのうち焚き火の炎に照らされてその正体が分かった その瞬間に2人は思わず声を上げたそのまま視線が止まってしまったそれはなんと人間の肘までの腕だったそれが紐の先がぐーっと掴んでいる女の子は紐をたくり寄せるとズル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 とどん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 と打ってきた2人は黙ったまま身を見開いてそのありさまを見ていると女の子はすっとその右手をひれい上げて抱えていた布袋にしまい込んだ その時布袋の口が少し開いて中から女の生首がずっと見ていたもんですからうわーっと声を上げた二人は慌ててその場から逃げていった日の沈みかけた海岸で小さな女の子は一人波打ち際に打ち上げられてくるバラバラになった母親の遺体を拾い集めていたんですねもちろんこの女の子もこのようなもんじゃないですけどね